こんにちは、マスヤネの吉高です。今日はですね、当店でも大人気のこちらイクラのですね、醤油漬けの紹介をしていこうと思います。はい、で今回ですね、こちらマスのですね、イクラの商品になっております。まあ、箱を開けますとこんな形で、まあ、イクラの食べ方ですね、まあ、解凍方法というのが中に入っておりまして、でその中にこんな感じで、イクラの醤油漬けがドンと入っております。で、まあ、魚卵ですね、まあ、明太子とか、まあ、イクラ、数の子とかあるんですけど、この魚卵関係はかなりあの水産物の中でも人気商品 でその中でもこのイクラの醤油漬けはやっぱ一番人気ですね。であの冬のお正月に向けて買われるっていう人も多いですし、結構まあ年中通してですね、イクラ丼とかあの海鮮丼にしたり手巻き寿司に使ったりとかで結構年間通して人気があります。で、まあ、こちらですね、あのまあマスのイクラなんですけれども、秋鮭から作るその鮭のイクラと、まあ、マスコから作るマスのイクラとあの2種類ありまして、味はですね、正直ほとんど変わらないです。味付けとかは北海道で同じメーカーさんが加工しているんで、ほぼ同じような味付けなんですけど、鮭の方がちょっと粒が大きくて、でマスの方がちょっと粒が小さめという形の特徴はありますね。あとそれに合わせて、あのマスの方が少し皮が薄いので、プチプチ感がちょっと少なかったり、皮がまあこう潰れやすい、あのイクラが潰れやすいっていうのはマスの方が、まあ起こるんですけど、その分お値段がまあ2割から3割ぐらいですね、あのマスイクラの方がお安いので、家庭で食べるときはマスイクラでも十分なんじゃないかなと思っております。であとですね、あのこのような形で500グラムですね、ワンパックにまとまった状態で届きますんで、あの結構あのお客様からですね、問い合わせいただくんですけど、一度にあの食べきれないというですね、あのお声をいただきます。あの確かにこう500グラム、だいたい人数で言うと、まあ、5、6人前ぐらいありますんで、あの一気に食べきれないと思うんですよね。で今日は、まあ、こちらを、まあ、どのような形でこう小分けに保存していけば一度にですね、食べきれなくても大丈夫かっていうのも、紹介していこうと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、どうしてもですね、こちらの、まあ、商品の形態なんですけど、メーカーさんの方で、まあ、生産していきますんで、まあ、生産工程上どうしてもこの 500g 入りという規格が主流になってしまっております。まあ、これを半分にですね、 250g とかに小分けするっていう場合もあるんですけど、どうしてもあの商品のお値段がどんどん上がっていってしまうんで、今の僕らの現状としてはこの 500g でお届けしますので、で、まあ、小分けのですね、あのちょっとやりやすい方法をお伝えさせていただいて、まあ、お役に立てればと思っております。はい、それではあの小分けのですね、方法に移っていこうと思います。はい、ではこちらにですね、先ほどのイクラを、まあ、冷蔵庫の方で4時間から5時間ほどですね、半解凍させた状態になっております。まだこの真ん中がちょっと凍っているような状態ですね。で、まあ、完全解凍してしまうと、まあ、どうしてもあの再冷凍するときに、まあ、少しあの風味が損なわれやすいので、まあ、これぐらいの半解凍の状態にしていただくのがまずポイントになっております。でこの半解凍の状態であれば、このような形でですね、こうイクラをこう小分けにですね、していくことができますんで、はい、このような形で小分けにして、サランラップの方に移して、でこちらをこのような形でサランラップでこう包んでいくというですね、このような状態ですね。はい、でこんな形で、だいたいまあ1人前まあ、80グラムぐらいから100グラムぐらいが適量かなと思いますんで、まあ、この500グラムのイクラをだいたい6等分からですね、5等分ぐらいで小分けをしていくようなイメージです。でこのままのサランラップでですね、冷凍庫に入れてしまうとどうしてもちょっと乾燥が気になりますんで、これをですね、さらにこうジップロックとかですね、入れていただいて、ジップロックを止めてですね、冷凍していただければ1ヶ月ぐらいはですね、家庭用の冷凍庫でも保存が効きますので、ぜひこんな形で小分けしてイクラを楽しんでいただければと思います。はい、あとまあ勝手にですね、もしあの小さいタッパみたいな
こう蓋付きのタッパがですねあるような場合はタッパでもいいと思います。タッパに入れて蓋をして冷凍するですね。それでもだいたい1ヶ月ぐらいは保存が効きますし、解凍してからはですね冷蔵庫で3日以内ぐらいでお召し上がりいただくことをお勧めしておりますので、目安にしていただければと思います。はい、ありがとうございました。今日はですねイクラの解凍からですね小分けの方法とご説明させていただきました。先ほどのイクラはですねマスのイクラなんですけれども、秋鮭から取った鮭のイクラの方も販売しておりますので、また商品ページの方を見ていただければと思います。はい、大体のイクラですね1パック 500g で5、6人前はですね十分ボリューム取れますんで、大人の方でもイクラ丼6杯ぐらいはですね1パックからでも十分作っていただけるので、また家庭で楽しんでいただければと思います。はい、それで今日もありがとうございます。